毎日新聞が第五法を訂正せず自民党和田正宗が批判自民党の和田議員が15日にブログにて毎日新聞は名古屋スリランカ女性死亡記事の第五法を訂正しないのかと題した記事を公開し次のような主張をいたしました入管施設でお亡くなりになった方について毎日新聞が事実の一部を切り問い事実を違えるという ジャーナリズムに反する記事を書いていたことは先に述べた。昨日、その事実を突きつけられ、わけのわからない記事を毎日新聞が書くという状況となった。第五報に対してあまりにお粗末な対応だ。毎日新聞は5月13日に名古屋スリランカ女性死亡入管報告診療記録と逆とのタイトルで診療記録を 関係者から入手したところ、診療記録には薬を内服できないのであれば点滴、入院と指示が書かれていた。しかし、法務省出入国在留管理庁が作成した中間報告には、医師から点滴や入院の指示がなされたこともなかったと反対の内容が書かれている。医師が書いた記録と入管の報告が 食い違う事態になったとの記事を書いたが私は法務省の5月18日の国会答弁を引用し実際はカルテに内服できないのであれば点滴入院と書かれているのは胃カメラ検査前の段階でその後に検査をしたところ外病院の医師は投薬の継続で良いと最終的に カルテに記載しており入管は医師の指示に従っただけマネシウムの記事は切り取りだと記したそして昨日お亡くなりになったスリランカ人であるウィシュマ・サンダマリさんの家族などが診察した医師に面会したところ毎日,の記事毎日の記事によれば面会に応じた医師は 消化,化に関しては異常がなかった胃カメラの結果、点滴、入院は必須ではないという判断をしたと説明。マニシムが入手した当時の診療記録には薬を内服できないのであれば点滴、入院と書かれていたが医師は面会でこの記録は胃カメラ前の判断だったと説明したというと自らの 切り取り取法を訂正せずそのまま報じるというなんともおかしな事態となったマネシムの記事は明らかな誤報であり恣意的に世論誘導をしようとする記事であったことはこれで明らかだこの毎日の記事をきっかけに在日ウイグル人の方々を守る入管法改正案も潰されたマネシムはこの第5法の責任を どう取るんだろうかとなっておりまして、先日もですね、中国に抗議するデモに参加をしようとしたウイグルやモンゴルの皆様に対して、中国政府が関係者を、家族や親戚などを人質に取る形で強制収容するぞと。 脅迫し、日本にいるウイグル人などが中国に抗議する集会デモに参加できなくなってしまったとの報道もございましたが、マネ新聞は、まあ、このような中国政府、中国共産党のジェノサイドに事実上手を貸しているような事態に陥ってしまっております。マネ新聞には この入管施設に関する第5法について、速やかに自社に対して調査報道を行っていただき、これ以上、人様の命に直結するような、安全に直結するような誤報を繰り返すことがないように、記事を配信する前に、しっかりと、 チェックをしていただき政府の情報であれば、政府側に問い合わせをすれば、確認ができるはずであり、今回の場合は、政府側だけではなく、外部の医師にも当然、確認ができたはずでございますので、今後はこのような誤報を二度と行わないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。